なんで普通に神社を橋本環奈基準で見とんだよ当たり前だよ。いやいや、だから来たんだけどまあ、あなたは小栗旬基準でもいい。まあまあ小栗旬基準でもいいや、うん、すごいね、観光バスが来るんだね。観光バスかどうかもわからんけど、湧き水は汲んでいいんだろ、名水だで。だとしたら来る価値あるね、うん。自噴水ってなってるから湧いてんだろ。すごかったもんな、これ、うん、まあ、まあ水の都だからね、大垣。その話する？あ、それそれそれ。いや、その話はあの動画に載せれないからいいです。知ってるし。人の名前も出したらあかん。うん、ダメダメ。あ、ここ湧き水みたいだね。うん。汲んでいいんじゃない？うん。これってさ、八幡神社でいいの？知らんよ。いやいや、俺そういうつもりで来てねえから。いや、八幡神社なのか八幡なのかとかさ、こんな跡地でしょ。いやいやいや、まあ、あの橋本環奈さんのいたとこっていうそれでもいいんだけど、でさ、俺銀魂見てないからさ、どんな場面で使われたとか知らないのよ。使われたかどうか分かってなかったね。あ、いや、まあ使われてるんだと思うよ、さすがに。あのあれじゃねえかな、ひょっとしたら将軍様のカブトムシ。おだとしたらちょっとスケールがちっちゃいんじゃないのかな。見てねえから何もわかんねえ。しかしようこんなとこが使われたね。うん、この頃は多分この近年の看板とかもどうやって選んだんだろうな。なんか あるからだろうな。この辺の柵もぶっ抜いたんだろうな。抜いたんだろうか。それは抜くでしょ、そのまま。あ、まあまあ新しいやつだから抜いても別にパチ当たらんか。近代的に見たら、うん、あ、近代的に見えていいのかな。うん。お、厄年来年じゃねえか。ってことは前厄か俺。ん？あ、でも翻訳、53年生って翻訳だよ、俺。死ぬぞ。なんか普通に車が中まで入ってくるのありなんだね。ゴリゴリ入ってくるの？うん。え？どこの神社だろう？ああ。竜田神社、広瀬神社。なんで名前兼ねてんだ？いや、どこのシーンで使われたんだろう、うん、その前に。そうだね、俺もそれはすげえ気になる。でも映画見てないからさっぱりわからん。プラスあれだよね、うん、カブトムシのシーンも多分この辺だよね。いや、わかんない。ちゃったかな。あ、冷たい。米でも炊いてみたら。まあこんなところなのかな。うん。あれな。うん。なんか本当に近代と。本当なんか水路が多いな、やっぱ大垣は。古いものと近代のものが本当に。うん。なんかマッチしてるね。まあまあ日本はそういうとこあるよな、割とな、ものを大事にするとこあるからな。まあ俺が物を捨てないのはズボラなだけなんだけど、まあ世間様はそうじゃないよな。そうだね、今もいらんだろいらんだろって、それがどんどんほがろうとしちゃって、どん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 それをもう一回ほじくり出したもんね。うん、そりゃそうだ、人によって大事なものは全然違うんだね。これいつ頃最後見た？2ヶ月前、いらんな。いや、あの今だったらあの現場とかでいらんもんとかあるじゃん、うん、あのこれ昨日も同じとこにあったよな、いらんって言うよ。現場の中だったら、まあ、自分のものと人のものは違う。いや、だからこれ職人が忘れてったか放置したまんまいなくなっとるか、あのいらないかどっちかやろうって。ほかるぞ。
ってなるよ現場だったら。ああ、入り口じゃねえけど横からも入り口があるのか。うん、まあまあでも、うん、なんか名所風なんだね。今調べてる。ああ、ちょいちょいあの YouTube とかでもあるよ、ここの神社は。祭りの時とかさ、そういうあれが多い。魚とかいねえかな。さすがにいねえか。水戸観光って言うとあれか、水の都だから大垣が本社なんだね。よっしゃ、終わりにしよう。